忘れじの行く末までは固ければ今日を限りの命ともがな。大河ドラマ光る君へ第17回、移ろい。脚本大石しずる、演出佐々木義治。では映画を極めた道高、井浦新が言った。次第に健康状態が悪くなっていく道高が、しきりに喉が渇いたと水を飲む描写や手足がしびれ、視力も落ちていく描写もあったことから、飲み水の病、糖尿病だったようだ。藤原道長の死因も糖尿病説が濃厚で、貴族には多い病気だったのだろう。当時の食生活は干物、ご飯、塩が主で、酒はどぶろくだったから糖尿病になりやすかったとか。とにかく道高が大酒飲みであったことは確かなのだ。自分の健康も民の健康にも気を配らなかった残念な道高ながら、死の間際最愛の妻高子、板谷由香との出会いを思い出し、その頃彼女の詠んだ和歌をそらんじる。忘れじの行く末までは固ければ今日限りの命ともがな。あの歌で高子と決めたというほどの名歌は新古今集に収められており、忘れないという言葉がいつまでも変わらないのは難しいだろうから、その言葉を聞いた今日限り命が尽きてしまえばいいという情熱的な恋の歌。中関白通り潜めはべりける頃の言葉書きから、道高と高子の関係ができて間もない頃の歌とされているそうだ。歌の力で愛する人の心を射止めた。これは道高の父天下旦那安則とそばめ安子財前直美との関わりとも似ている。安子は天下の最後を見取ることはできなかったものの、死が迫っている天下にあの歌は良かったと陽炎日記に書いた自分の和歌を褒められた。嘆きつつ一人寝る夜の明かり車はいかに久しきものとかは知る。夜天下が帰ってしまったことを嘆きながら一人で寝る私にとって、夜明けまでの時間がどれほど長いものかご存知か、とそばめの身の辛さを歌ったもので、それだけ天下を愛しているという気持ちの表れ。夫の気持ちつなぎ止めておくことの難しさ、苦しさを託した歌を気に入る男たちの心情はいかに。女性が自分を思う情熱的な歌をふふふと喜んでいるとはなんだか身勝手な感じがするのだが、歌のうまさは知性や教養を認めてもらうことも女性には誇りなのかもしれない。出会った時の話をしながら死んでいく夫婦っていいよね。夫婦揃って別れ際、自分の自生の歌を読むでなく、妻が自分を歌った歌を褒める。それを女は喜び、二人の思い出に浸る。この情景の繰り返しは NHK 公式サイトの君語り井浦新が父上が教科書と語っていることを見ると、父の生き方をなぞってきたからやってることは同じになるということかとも推察できるが、他にふと思ったことがある。権力を手にして横暴に振る舞い、周囲の評判をけなしたにもかかわらず、最後は悪いものが流れていくようにきれいに死んでいく。それが人間なのではないかということだ。財産も野心もあの世には持っていくことはできない。天下道高不死と妻との別れはその表現ではないだろうか。あるいは汚れてしまった彼らを責めて生まれた時の無垢に清めたいという作者の思いやりであろうか。貴子役の板谷由香は戦術の君語りで二人の別れのシーンをなんてロマンチックなんだろうと語っている。井浦と出会った時の話をしながら死んでいく夫婦っていいよねと語り合ったとか。そこに至るまでの井浦新の芝居に求心力があった。だんだんと体の自由が効かなくなって醜態を晒していく中で、息子の遺種三浦翔平に関白の後を継がせたいと一条天皇塩野明久に必死に頼み込む。この尊厳よりも家を守ることが第一で、家に固執したがために壊れていく人間の性を井浦新はひたむきに演じている。目がかすむ中、確執のあった道剣玉切れをの手を必死に握るようなども、理屈を超えた情感が充満し、良いも悪いもなく見える。ただただ懸命に生き、そして何もかも終わりかけた時、
道高は高子と愛を語り合い、最後静かにゆっくりと庭に顔を傾けるのだ。そこには菜の花が咲き、陽光が降り注いでいた。この場面を見て思い出したのは大河ドラマ平清盛第30回、井浦が演じたストクイーンが悪霊のようになって死んでいく回である。凄まじい形相となったストクイーンとは全然違うだろうと思うだろう。でも最後の最後をオンデマンドで見返してほしい。光る君へ、モチーフ演出の中村幸ディレクターが演出した第30回、方言の乱で敗北し讃岐に流刑となった後、朝廷の仕打ちに嘆き陰陽と化す陰陽の形相が一生忘れられないようなインパクトなのだが、何一つ思うままにいかない一生を生き切ったストクイーンが散々呪詛して住まいも肉体もボロボロになった最後に心がつかまれるのだ。彼は薄暗い住まいから這いずって庭の方に移動する。外には光が差している。ストクイーンも道高と同じく最後は光を見ているのだ。これぞ成仏ではないか。全てをやり尽くしゼロになること、井浦神は成仏という概念すら体現している。こんな俳優なかなかいない。井浦神の道高の死で予定の文字数がほぼ尽きてしまった。貞子、高畑満までが強くなっていることなど語りたいことは盛りだくさん。道長に助けてもらった真宙、宮中の姓のエピソードが濃密すぎて主人公の真宙、吉子百合子が道長、柄本佑に看病され疫病から奇跡的に回復したという素敵なエピソードについて書くのが後回しになってしまった。道長が助けてくれたことを知った時、真宙はかすかに「に」という満足げ表情を浮かべる。安子、財前直美と同じく、実は私が愛されているという自信のようなものが生きる糧になるのだ。安子が孤独を日記で紛らわせたことを聞いて、第16回からの第17回では沢野村朝純が手紙を読んで心を動かしたことを知って、真宙は何を書きたいのかわからないけれど筆を取らずにはいられないと徐々に書くことに前のめりになっていく。宮中の動きと比べると真宙の歩みがかなりゆっくりなのでやや地味に見えてしまうのだが、繰り返し繰り返し文学の重要性を描き続けていることはいつか巨大な力となってうねり出すはず。安子と高子の和歌もまた思いを言葉にし文学として昇華することの象徴だ。文学とは思いを文章にすることで成仏させる行為なのである。